はい、それでは言語処理学会第24回二次大会の参加報告を名岡技術科学大学自然言語処理研究室の稲岡が発表します。今回の報告では特に私が興味を惹かれたこちらの3つの発表について紹介します。まず1つ目は述語の活用情報を用いたニューラル日英翻訳というものです。こちらは去年の夏のヤンズでもあった発表なんですけれども、こちらの発表で提案されている手法では活用情報を述語から分離して語彙サイズを削減するという手法で、下にある例のように例えば動詞の走るっていうのは活用によって走りとか走れっていうさまざまな変化っていうのが起きるんですけども、これを走るプラス活用形というふうに分離することで、全体としての語彙サイズを減らすというような手法です。と実際のこの発表で示されていた結果で語彙カバー率は当然上がって、それと伴ってブルーも上がっているというような結果になっています。こちらで提案されている手法っていうのはそのエンコーダーデコーダーモデルの、その入力が出力がどちらにおいても適用ができるような手法になっていて、また当然ながらその翻訳以外にも応用が可能な、かなりそうですね、汎用性の高い手法だと思います。また、原理自体がかなり簡単で、メカブさえあれば、できるということで、特にその IPA ディックを用いる場合はその動詞プラス活用形っていう情報から 100% 元の述語を復元できるというふうにおっしゃっていました。またこの結果を見て細かく見れば分かるんですけれども、特に小規模なコーパスにおいて効果が大きく表れているというようなものになっていて、コーパスがあまり大きくないようなタスクにおいても応用ができていいかなというふうに私は感じました。次が翻訳制度に基づく単語クラス自動推定手法という発表です。こちらは単語クラス推定というタスクを行うためにの学習データというものを日英の対訳コーパスから得るというような研究になっています。具体的にはその翻訳精度が高くなるような単語クラスを探すってあるんですけども、これはどういうことかと言いますと、その翻訳のタスクにおいてある単語がどのようなクラスに属しているか、人であったりとか場所だったりっていうどのようなクラスに属しているかっていう情報を付与すると翻訳精度が上がるっていうのが知られているんですけども、これを逆に考えてそのある単語が何のクラスに属するかっていうのを全通り試してみて、その中で一番翻訳精度が高くなったものがその単語のクラスであるっていう。